様こんにちは。リングジャケットマイスター博多店の岩谷です。今日は、お店から2022年の、春夏コレクション、スーツジャケットのスタイリングを、岩谷からご紹介したいと思います。今日もちょっと井上さん不在なんですけども、前回に続き、私一人で、動画の方を進めていきたいと思います。早速この今ちょうど2体、あるんですけども、私岩谷が提案するちょっとスタイリングを組んでみました。今シーズンは、メインテーマとしてシャンパーニュフレーバーというテーマが、リングジャケットでも掲げられています。割とこう、ネーミング的には、ちょっと色気のある、華やかさ、エレガントさ、ラグジュアリーさっていうところをやはり商品に落とし込んで、ジャケットですとかスーツ、小物、そういった展開を今シーズンは、していくんですけども、その中でも皆さんが、普段取り入れやすい、スタイリングをメインに、今日は、紹介していきます。早速、こちらのまずスーツなんですけど、毎度おなじみの、253モデルのマイスターモデルから、ゼニア社の生地を使った、トロフェオの、スーツになってます。このスーツは本当に毎シーズン人気で、秋冬春夏問わず、今のところ、リングジャケットでは展開しているんですけども、今回の、このスーツに関しては、いつもネイビーですとか、グレー、ミディアムグレーからダークグレーというところを展開しているんですけども、ちょっとこうベージュがかったグレー、いわゆるグレージュになるんですけど、そういった色合いの、スーツを展開しております。このスタイリングの、シチュエーション、着ていただく、皆さんが着ていただくシチュエーションなんですけど、もちろんビジネスで使っていただきたいなという思いを込めて、私自身コーディネートしてみました。非常にこうシンプルで、まとめてはいるんですけど、やっぱりこのシンプルの中にもこの生地の程よい光沢感だったりですとか、ネクタイのこの少し明るい、ライトベージュの、華やかさ、あとは、チーフなんかだと、一見これ白の部分に見えるんですけど、近くで見るとブラウンの、刺繍、ステッチが入ってます。全体的にこうトーン、落とすわけではないんですが、ここでちょっとしっかり重めの、ステッチ、ダークブラウンのステッチが入ることで、全体のこう V ゾーンの印象だったりとか、顔写りだったりとか、雰囲気を締めていただけるんではないかなと思います。シャツももうシンプルに白で、白無地の、ホリゾンタルからのシャツを合わせてみました。本当にこうビジネスでしっかり着ていただきたいという思いと、ちょっとしたパーティーなんかでもいけるのではないかなと思います。やっぱり最近は、コロナでどうしてもそういう、式典とか皆さんが集まることっていうのは本当に非常に少ない、今は時ではあるんですけど、今後のことを考えて、こういうちょっとスタイリングのお話をスーツに落とし込んでしてみました。はい。そして続いては、こちらのジャケットになります。こちらは、286のモデルを使った、マイスターモデルのジャケット、生地はフェルラの生地を使ってます。フェルラといえば、私岩谷のフィルターを通しても非常にこうハイセンスな生地が多くて、毎シーズンこれも人気の、コレクションの一つではあります。特に春夏なんかで、非常に展開が多い生地になるんですけど、少し中性的な雰囲気と、こう女性からも非常にこう評価が高いというか、奥様とかと一緒にいらっしゃったお客様とかお連れ様なんかもいいねって言ってくださる、ケースが多い生地にはなってまして、今回はちょっとこう大判の、格子柄になってます。これもスタイリングとしてはちょっとさっきの、ビジネススタイルとは違って、オフの時に、着ていただきたいなと思うんですけど、シャツなんかは、襟なしのバンドカラーのシャツを合わせてみました。最近だと傾向的には、いかにドレスダウンするか、っていうところが結構皆さん、店頭でもスタイリングでお話ししてる時によく質問とかしていただくんですけども、本当にこうニットとかと合わせていただいてもいいですし、カットソーなんかでも全然いいと思います。ただ、
まあこうちょっと華やかさ、エレガントさ、ラグジュアリーさっていうところを、今回はちょっと崩したくなかったので、しっかり、シャツで合わせてみました。であとは、チーフなんかも、ちょっと色を使って春らしい演出ができるように、このような形で、ポケットに入れております。そして、このジャケットに合わせるパンツなんですけど、ちょうど先日入ってきました、ベルナルド・ザンスの、リネンのパンツなんかを合わせていただくといいかなと思います。まあ、こちらちょうど手元にあるんですけど、こういうブラックリネンのパンツ、まあ最近では私の、マイブームである、黒のアイテムを結構ふんだんに使ったコーディネート、今日もそうなんですけど、まあ、今回はちょっと今シーズンですね、黒のダブルブレストのジャケット単体で作ってみたんですけど、まあ少しモノトーン色を取り入れながら、モダンに振っていただくことも一つありなのかなと。あとは、これからですね、デニムも今シーズンは展開します。まあ皆さん、ご存知の通り PT トリノという、デニムになるんですけど、まあ、ホワイトデニムから、ブルーデニム、まあ、そういったところも展開があるので、まあ、その辺まで結構ドレスダウンしていただいて、このスタイリングでは合わせていただいても非常にこうスポーティーでいいのかなとは思います。でまた足元は、これもこちらにあるんですけど、グレースウェードの、ローファーなんかでもいいですし、まあタッセルだったりとか、あくまでちょっとドレスシューズを合わせていただいて、スタイリングしていただきたいなと思います。はい、一応こんな感じでちょっと今回は、スタイリングの話をまた、前回の博多店の YouTube から、続いてさせていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。結構皆さん、テンション上がるアイテムを今シーズンもやっぱり、たくさんリングジャケットでは展開しております。またこの、今日私岩谷から紹介させていただいた、スーツとジャケットの商品の詳細は、概要欄からご覧いただけますので、もし気になる方はぜひご覧ください。では、本日は、このような形で、2022年春夏、スーツとジャケットのスタイリングを岩谷からご紹介させていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。